どうもこんにちは、フクロウです。第2弾ドラゴンエクやっていきたいと思います。前回のね、初心者応援セールのガチャからちょっとね時間が経ってしまい申し訳ございません。でね、いろいろ調べて今ねレベル54まで来ましたなんとかね。で、後ろ見えるかな、これ切り替えようか。はい、こうねちょっとね、モンスターもレベルアップさせたり進化させたり勉強しました。でね、意外にね難しいんだよね、複雑でね。でもね、ありがたいことにね、みんながね教えてくれるのね、もうめちゃくちゃ助かってます。それで今日はね、このギルドを立ち上げたいと思います。ぜひね、フクロウとね一緒に頑張ってくれる人を募集したいと思います。ね、強戦士じゃなくてもいいのね強戦士ね、 Z 戦士とかじゃなくてもいいの。本当に僕なんかもう本当にドラゴンボールで言うとプーアルとかもうウーロンとかそんなレベルだから、だから本当に強くなくてもいいです。楽しくね、こう一緒にギルドで戦っていけたら、一緒に強くなれたらと思ってますんで、もし一緒にやれるよっていう方が見えたら、YouTube のコメントでもいいんで、やりたいです、一緒にやりたいですって言って、コメントしてくれたら、見てますんでよろしくお願いします。よし、できました。ギルド名サボテンね、これでメンバー数今私一人でございます。でね、条件としては一緒にまあ遊んでくれる、ワイワイやってくれる、ワイワイゲームしてくれる人なんですけれども、それ以前に動画をアップします。 YouTube で動画アップしたいので、出してもいいよっていう方見えたらお願いしますね。どうしてもね、動画ちょっと上げられたくないんですっていう方はごめんなさい、上げてもいいよっていう方だけでお願いします。じゃあ一応ね、手動承認にしましたので、YouTube のコメント欄から確認しますので、YouTube のコメント書いていただいた方だけ、誘うという格好にしたいと思います。で、10人なんでね、あと9名ちょっと数少ないですけど、一緒に遊んでくれる方募集します。よろしくどうぞ。それじゃあね、今回はこのギルド作りましたっていうの一つと、最後にガチャ引いて終わりたいと思います。ガチャね、何引くかっていうと、今ね見てください、コラボガチャでこれね、転生したらスライムだった剣っていうね、これアニメなんだよね。でめちゃくちゃ面白いの、みんなも見たことあると思うんだけど、これね今期間限定らしいです。転生したらスライムだった、これね、ぜひね、アニメもね、漫画も見てもらいたいんだけどね、めちゃくちゃ面白いから。え、スライムでしょ、主人公スライムでしょって思うじゃんいや、そんなことなくて、スライムだったけど、またこのスライムがどんどん強くなるっていう、まあ、仲間を増やしていくっていうね、アニメなんだけど、この4人がまたいいんだよね。あんまり言うとね、ネタバレになっちゃうから言わないけど、もうね、なんだろうね、一言で言うとね、優しい気持ちになるんだよね。優しい気持ちになっちゃうの。もう本当にね、このスライムの話してると動画めちゃくちゃ長くなっちゃうから、もうこれでやめますね、見てください、面白いんでね。じゃあ引いていきたいと思います。さあ何が出るかな。テンペスト、これね、テンペスト、ベニマルもかっこいいんだけどね、やっぱテンペスト欲しいよね。よし、引いていこう。さあテンペスト来い。
てくれるかな。お、いいんじゃない。ほ、来ない来ない来ない、来ない来ないよね。そう簡単には来ないよね。まあ、確率だからね、しょうがない。とりあえず、11連引いていきました。はい、それではね、ガチャ引きました。ちょっと出なかったけどね、このスライムだった剣のキャラクターは出ませんでしたけど、19日までやってるみたいです。すごいよね、いろんなコラボしてすごい力入れてやってるんで、まだまだ楽しめるんじゃないかなと思います。それではギルドの募集をかけましたので、コメントの方お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。